こんばんは。第291回ですね。しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代暑かったですよ。豊坂がね、松代よりだいぶ標高高いんですけどね、暑かったですね。30度ぐらいあったんかな、そんなにねえか。ということでね、今帰ってきましてね、夕刊見てくるの忘れちゃってね、持ってきましたよ夕刊で、ね、夕刊にこの一面にね、酒井さん久しぶりに御嶽海行きますよね。御嶽海の話できてよかったですよ。関東省ね、昨日から決まったけどね、今日のね夕刊にはね、関東省でね、地元朝から喜ぶって書いてありますよ。はいね。それでここはねすごくいいんですけどね、三面というか、あの社会面にね、なんか今見たらね、そのあれでしたかね、あの襲われた人がね、言ったんですよ。あの筑摩市の人ですかね、相談、京都府警に相談してたとか言ってね、しつこくつきまとってたというようなね、こんな暗い記事もありました。ということでね、このしゃべくり松代、いつも通り生放送でお送りしております。今日のしゃべくり松代なんですけれども、こちらにね、綺麗な女性いらっしゃいます。東城保育園の園長先生、堀先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。堀先生、ところで東城保育園はどこにある、はい、東城ですね。はい、東城です。東城小学校の西側にあります。はい、うん、あ、グラウンドのこっちに、そうです、ね、そうです。ね、はい。わかりました。それで、そのグラウンドの西側にあるんだけども、園児の皆さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？園児は全部で53名です。うん、はい。0歳児が2人、うん、1歳児が4人、4人、2歳児が10人、10人、3歳児が6人。6人、4歳児が16人、16人、5歳児が15人、15人、全部で53人。後で計算して合ってますかね。合ってると思います。しっかり覚えてきました。違ってたらね、覚えてたんですか。はい、はい、ありがとうございました。はい、それで、はい、その園児の皆さんいらっしゃるんですが、はい、時間的には保育時間っていうのは何ですか。はい、保育時間は、うん、開所時間、保育園が開ける時間は、うん、朝の7時半です。うん、7時半から、閉まるのが夕方の6時半ですね。長いじゃん。長いですね。そうですね。はい。で、先生方たくさんいるんでしょ。そんなに長いと。そうですね。保育園の職員は全部で17名で、うん、あの給食の先生と保育士さん、うん、で、あともろもろで時間外をやってくださる保育士さん。そうですね。はい、そんなに朝から夜までやってればね、はい、もう3交代ぐらいでやらなきゃ。3個ってことねか、2個で24時間じゃないから。そうだな、そうですね、そう早場遅番ぐらいですね。そうですね、はい。で、先生、あの東保育園にはなんかこのだいぶ特色が多いみたいなんだけれども。そうですね、まずあの、はい、一番の特色は子どもたちがとても元気で、うん、とにかく外で遊ぶということです。うん、朝7時半の、あの会所、まあ、あの順々に登園してくるんですけども、うん、もう朝あの庭で受け入れをしてますので、もう登園した時から庭で遊んでます。で、夕方も4時過ぎ、あの時間外保育に変わる頃からまた庭に出て遊んでます。一年中です。雨の日も雪も、雨の日はちょっと出られないんですけれども、ね、雪の日は出てると思います。私まだ4月移動してきたの で雪の日はまだ経験してませんけども。そうですね、はい、1年4月、はい、降ってないですからね。はい、はい、ね、まあ素晴らしい、その大自然で素晴らしいじゃないですか。そうですね、私も保育園、ここの保育園来て、その自然の素晴らしさにはもうびっくりで、うん、もうどこにでも散歩に行ける。保育園で杏の花がきれいに咲いているのが見えるし、うん、もう本当にあの池田の宮、大日の池、うん、田んぼ道、土手道、どこでもこう散歩に出られる、うん、本当にあの自然を取り入れた保育がこう十分できる保育園だなと思ってます。 なので子どもたちもとてもあの自然と一緒に遊ぶのが上手です。
なので私と同じように移動してきた保育士さんが、うん、この子どもたちはその場所によって遊びを変えられるっていうふうに本当に感心しています。なるほどね。ということで、ね、私は、ね、目が向こう行ってるんですけどね、写真できたかなって見てるんですよ今これは生放送でね、今写真印刷してまだ印刷できねえな、庭で遊んでる写真来るかな来ないかなって見てるんですよね。やっぱり生放送ですからね、こういうことがあるんですよ、ね、もう毎朝庭で体操で、本来はねここに写真が来て来るはずなんですけどね、ということで、はい、というね、何を言ってるんでしょうかね、はい、ということでまだできませんね、はい、ということで、それじゃあなんか地域の方もだいぶこう、はい、おいでになったり、はい、そうですね、うん、世代間交流という形で、うん、地域の老人会、うん、お年寄りの方たちとの交流もありますし、うん、あ、そうです、この間は老人会の方たちと、うん、さつまいもの苗植えや野菜の種植え、種まきを一緒にやらせてもらいました。おじいちゃんたちに教えてもらいながらね、さつまいもの苗を一本一本、さつまいも植えただけで収穫はしない？収穫します、もちろん。あ、しますよね。そら、そうだよね。秋収穫したら今度はまた、うん、おじいちゃんたちをお呼びして、うん、一緒に焼き芋大会をして、うん、一緒に食べたい楽しい会を設けたいと思ってます。ごちそうさまです。はい、どうぞ来てくださいお待ちしてます。あと他にはこの地域の方いっぱいあるんですか？はい、昭和寮さん、ね、ありますね。昭和寮さんの方へも訪問させていただいて交流させてもらってます、うんうん、今度7月の七夕祭りにも、うん、声をかけていただきまして、子どもたちも行って一緒に交流したいなって思ってま す, です、ね、はい、いや、ところでね、話の途中で申し訳ないんですけど、ね、はい、ちょっと名前が出てなかったんですね。今作ってますね生放送ですからね、はい、こういうことがあるんですよ。楽しいですね。楽しいでしょ生放送は。どうやってね、いや、楽しいでしょ。楽しいですね。まあ、これはね、生放送の醍醐味ですよいいところ。そうですね、はい、失敗も全部ねポジティブに考えちゃう。そうですね。そうでしょ、ね、はい、ということでね、今何話しましたっけね。あ、さつまいもね。さつまいも、はい、はい、それであとは地域の方はどんな方がいらしてるんですか？あと、お隣に双葉園っていう福祉施設があります、うんうん、そこの方たちとも月に1回、うん、訪問させていただいて、うん、手遊びや体操一緒にやったり、あと夏祭りが、うん、保育園でやるんですけども、うん、その夏祭りにも双葉園の方たちに来ていただく予定になってます。あそこの庭じゃねえな、庭じゃなくて中とか庭とかできっと楽しく計画をして、先生まだ経験してない。そうなんです、ね、はい、わかりました。ところで先生、特にそのなんか特徴っていうか特色があるみたいなんだけど、はい、あります。出しましょうか。出してくださいよそれが今日のメインで、はい、そうですね、はい、東条保育園には子育て支援センターっていうものがありまして、うんうん、本当に保育園や幼稚園に通っていない、うん、ご家庭で子育てをされている方たちが自由に遊びに来れる場所があるんです。うん、はあ、それはいつ頃に開設されたんですか？去年か一昨年ぐらい。いやいやいや、もう長いです。平成19年の6月。ということはもう10年近い。そうですね、10年ぐらいになりますね。あ、そうなんですか。それはあれですか、こう誰でも、誰でも、例えば私が、まあ子供大きいけど、私がまだ、1歳2歳の子供がいたら私連れてってもいいんですか？はい、はい、一緒に来て遊んでってください。もうお母さんが連れて、お母さんが多いですけれども、でもお父さんがお子さんと来たり、あとおじいちゃんおばあちゃんも一緒に来たりって、誰でも。あ、そうですか。はい、じゃあ連れてって先生よろしくって置いてきちゃう。それはできません。一緒に遊んでください。あ、そっか。お父さんとお母さんと一緒に、お子さんと一緒に遊んでください。置いてくるんじゃなくて、置いてくるんじゃなくて、場所を提供していただくと、はい、なるほど。じゃあもうたくさんおいでになるんですか、その毎日？そうですね、常連の方もいて週に何回か来てくださったり、あとホームページとか、掲示板で見て、初めて知りました、来ましたっていうお子さん、親子の方もいます。今日も初めてなんですけどっていうふうに声をかけてもらって、来てくださった方たちもいます。そうですか、はい、それはあれですか、その本来の保育園の先生方が見て、合間に見てる？あ、合間ではなくて、支援センターにちゃんと配属されてる保育士さん、うん、それと子育て支援員さん、うん、そして看護師さんと。うん、
看護師さんも、ね、はい、いるんです。うちの保育園には看護師さんいるの？はい、そうです。か、本当に？本当に。え、看護師さん病院じゃねえのに？病院じゃないんだけども、何やってんの？あの、子供たちの健康管理を見てもらってます。おお、珍しくないですか？そうですね、全部の保育園にいるわけではないので、うん、長野市の公立保育園に何人かが、うん、あの、います。おー、それはあれですか、その先ほど10年ほど前から開設って解消されたんだけども、その頃から？あ、その頃からじゃないですね。あ、そうなんですか、はい、数年前からという形で、はい、そうなんですか。やはり預けてる子どもさんじゃねえや、保護者の方も安心だね。そうですね、看護師さんがいるとね。そうですね、感染症が流行った時にどうしたらいいかとか、ちょっとした怪我の時なんかもね、見ていただいたりとか、いろいろお母さんたちも、支援センターのお母さんたちもそうですけども、子どもの病気とか健康のことで気になることをいつでも相談できるので、とても心強いです。で、私ね、さっきからね、向こうの方気にして、なんかね、頭が向こうの方に半分ぐらいいってるのに、名前まだできない、今日ないんですよね、名前はね。ないんでしたね。あ、ない、あ、ないそうです。はい。いや、頭がね、なんかちょっと半分向こうちゃってて、すいませんね。まあ、どこまで行ったかね、違うこといつも最近ね、言っちゃってて、環境的にはいい、ね、いいとこですよ。そうですね、お子さんたち毎日来てもらって、センターだよりっていうものも毎月出して、うん、毎月こんなことしてます、こんなことしますよっていう予定をお知らせしたりとかしています。はい。で、そのセンターだより毎月出してる、はい、毎月出してます。今日持ってきてる？いいえ、ごめんなさいね。いいえってダメな、持ってこない聞いてなかったので、ちょっと持ってこれなかったなので、貼ってありますので、うん、センターに貼ってありますので、どうぞご覧に、見に行けば、はい、来てください。はい、4月号、5月号、はい、6月号はまだだな。そうです。はい、わかりました。で、その今 の支援センターっていうのは、はい、まあ、誰でもっていうことなんですけども、はい、予約とか？予約いません。いらない。突然来てもらって。突然行っていい？はい、大丈夫です。お名前だけちょっと書いていただきますけども。もちろん名前は書くね。はい、あとは保育料とか。お金もかからないんです。あ、はい、突然行ってもいいし。はい、そうです。保育料もかからない。はい。あ、それはいいじゃないですか。ぜひ利用していただきたいと思います。あ、そうですか。それはいいわ。へえ。そうすると、その支援センター利用される方はたくさんいらっしゃる、ね、そうですね、日によって違いますけれども、うん、雨降って来れないっていう、うん、ご家庭もあります。逆に雨で外に出れないからセンターで遊ばせてって形で来る方たちもいますし、うん、で、毎月センターもいろんなこと催し物をやってますのでね、うん、ボランティアサークルの方たちによる歌の会だとか、うん、お話の会だとか、本当にミニコンサート、あと、パネルシアターとかやっていただく、あと栄養士さんが来て栄養相談、食べるものについてちょっと相談したりとか、さっきの看護師さんによる健康の話とか、あとお父さんと一緒に遊びましょうなんていう、うん、会、そういう講座もあるんですよ。そうですか。毎月いろいろやってますので、ぜひいろいろこう大変ですね。そう。私行ったらなんか不審者が見てる。ええ、おじいちゃんが一緒に遊ぶ。おじいちゃんなんて言っちゃいけないですね。素敵な。おばあちゃんじゃねえからいいけども。素敵な方が来て一緒に遊んでくれるかななんていうふうに。ね、はい、白髪のおじいちゃん来たなんてね。そうですか。歓迎です。大歓迎です。そうですか。ということでね、あ、名前が来たみたいですよ、やっとね。もうね、名前。来ましたよ、名前、こう生放送来ました、名前がね。いやー、来ました名前まあ、こういうこともありますよね。私の名前ないんですよ。ないんですか？うん、ないんですよ。私宮坂です、ね、はい、まあ、いや、そんな余計なことはいけないけれども、先生、今まではあれですか、その園長先生は東洋で何代目じゃねえや、今までも園長先生されていて。はい、やってきました。これで4年目ですね。で、園長になって7年目です。うん、じゃあ大体 2,3 年でこう。そうですね、2年で大体移動してきましたね。園長先生、はい、前は、市内近辺。そうですね、
遠いところは山の中、山まで行きません、行きません、はい、東北市の山の中とか違う、そこまではちょっと行かれないので、はい、近辺ね、近辺ですね。で先生、その園長先生ね、7年前4回回ってきたっておっしゃるんだけども、はい、ポリシーとかね、その基本的な考え方って何ですか。私はこういうことがモットーにしてるんだよ。そうですね、ちょっとへそ曲がりなものですから。そうなんですか。 今までやってきたことをそのまま続けるっていうのがやっぱりちょっとあまり好きではないので、いいことは続けてもらっていいんですけども、やっぱり今どうなのかなっていうね、ちょっと考えて振り返って、それでやってみようよっていう形で、皆さんにはお願いしてます。先生、はい、なんかちょっとお聞きしたところによると、なんか歌がうまいんだっけ。どこから聞いたんですか。歌がうまいんじゃないんです。歌が好きなんです。あ、好き。うまいと好きは違います。あ、うまいと好きと違うか。はい、違う。あ、好きか。好きです。うまいんじゃなくて、はい、おー、コーラス部に入ってる。歌手になろうと思った。いや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 、歌うことが好きなので、ちょっと誘われたので、うん、ちょっとサークルに、うん、入るだけ入って、コーラス部で歌ってる。今まだまだやっぱり現役なので、ちょっと時間がなくて。あ、辛そうだよね、現役だからね。ちょっとずっと欠席させてもらってて、本当にそこはこうちっちゃくなってるところです。ということでね、というとこんな歌のお話したらね、なんか時間になっちゃったみたいで、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいませんね、今日ね、まあ、バタバタしててね、名前もやっと出たりね、写真も出なかったりね、申し訳なかったですね。どんな話題です。すいません、どうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ東城の子育て支援センターに、うん、皆さん足を運んでみてください。そばに子育て家庭のお宅がありましたら声をかけてください。待ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はね、三田さんいないんでね、はい、ベンチヒーターで予告困っちゃったよ。困ってる、ええ、困ってる。はい、毎週困る、はいはい、困ってます、予告じゃねえや、はい、お知らせを。じゃあお知らせ、はい、東城の自然と景観を楽しむ散歩会っていうのを、6月の4日ですね、土曜日、集合9時で、集合場所は池田の宮欅参道入り口、松代工業の方から入ってもらうということですけども、はい、出発が9時30分で、参加費500円、それから、ね、そうですね、はい、池田の宮、コースはですね、池田の宮鳥居前から、南側、ちょっと読み方が分からないんですけど、私も、突然だもんね。笠塚、南側の泉など、笹塚古墳、それから笠仏っていうのをなんか今よく言ってくれって言われたんですけども、詳しくちょっとよくわかんないんですけど、笠仏ってね、あそこの、安住祭りのところに行く道のね、はい、左側じゃね、右側にあるんですよ。あ、そうですか。有名ですよ。はい、あ、そうですか。はい、じゃあそこのところへぜひ興味を持って行っていただきたいと思います。ね、から天神様の泉とか、東光寺、北川の泉、善徳寺ですか、それから、そこを回って帰ってきます。はい、これ言いますか。持ち物、履物は慣れた靴、飲み物、天候により雨具、はい、そこでね、飲み物って言ったらお酒って言ってますよ、ね。あ、そうですか。不謹慎なこと言っちゃいけませんね。私なんか思っても言いませんよ。そう、しょっちゅう言ってるからね。はい、はい、はい、そんなことで、はい、ということで、よろしいですかね。はい、6月4日、はい、土曜日ですね。はい、はい、ぜひおいでください。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、来週の予告は、来週は誰でしょうか。あ、
裏、あ、裏だそうです。はい、はい、じゃあ、立てる、はい、292回しゃべくりますしろ5月30日です、テーマはおやすの池今昔ですか、ですね、はい、はい、ゲストは大川翔太郎さん、正太郎さんですか、はい、はい、今見えてます、あ、そちらに見える、そうですね、はい、うちょっと今日お忙しいとこ申し訳ないです、はい、じゃあ、はい、じゃあ真ん中で、じゃあ、はい、大川翔太郎さん、はい、はい、よろしくお願いします、来週よろしくお願いします、よろしくお願いします、大川さん、突然なんですけども、はい、どんな話してくれるんですか、近所の話、おやさん、ね、まあ、近所なもんで、うん、いろいろな、まあ、来た人の、なんか隣だったじゃん、池のすぐ隣なんですよ、そういうなもんで、あの、今回も宮坂さん、捕まっちゃって、本当のこと言っちゃいけない、おやすの池で泳いでた、あの、そんなことはない、足で、うん、夏やなんか冷たくて具合から、そんなことも遊んだこともありました、昔からそんな泳がないけども足濡らしてた、そんな話してくれる、それとか、まあ、重宝に使った話とか、重宝に、まあ、なんかいろいろ冷やしたかな、そうです、なるほどね、はい、冷蔵庫代わりに、冷蔵庫代わりに、じゃあ来週はそんな話を、まあ、面白い話をしてくれると、まあ、話つっかかりになると思いますけど、まあ、じゃあそれは楽しいですよね、はい、それでは、はい、来週のしゃべくりまっしろ、はい、じゃあお楽しみに、はい、よろしいですか、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。